七宝町は愛知県天郡にあった町。2010年の廃止時の人口は22,946人。町名は、域内の遠藤村において、江戸末期より七宝焼きによる工芸品の製造が盛んであったことにちなんで、付けられた。加賀藩主、前田利家の正室、松の生誕地。1960年代頃から東隣にある。 名古屋市のベッドタウン化が進み人口も2000年代以降も微増状態が続いている。2010年3月22日に同郡地目寺町、三和町と合併して甘市となり自治体としては消滅したが合併後は天市執病町として新市の町名に残る。海府東部消防組合中学校小学校2005年に開催された愛知万博で 愛知県内の市町村が120の万博公式参加国を、それぞれ一市町村一国フレンドシップ事業として、フレンドシップ相手国として迎え入れた。その他停留所は設置されていないが、名古屋市営バスには、疾法町内を通過している路線がある。疾法焼きとは、工芸技法の名称で、疾法町を発祥由来とする疾法町の焼き物という意味ではなく、 疾法焼き作りが盛んだったことから、疾法町と名付けられた。同じ愛知県内のとこなめ、瀬戸の焼けは、地域故障由来である。第二次世界大戦後、連合国軍最高司令官総司令部、中央公害本部が六寸花瓶などの大量買い付けを行い公共をもたらしたが、朝鮮戦争が勃発すると注文は激減、原材料も高騰したため業者の転配業が相次いだ。 業者数は1950年12月時点で12、業者2019年時点で執法や規制三者共同組合に加入している業者、個人は10となっている。ありがとうございます。